アントン・ソコロフが必要だ。だがキリン人土種という発明家によってソコロフは今監禁されている。彼の頭の中にある秘密を探るために。人土種はカルナカに殺人マシンを持ち込んだ狂気の発明家だ。私はこの町で育った。少年の頃この町のトーナメントで優勝したこともある。気候兵はカルナカで最も強い戦士に匹敵すると言われている。それが真実か確かめさせてもらおう。一人の天才を助け、もう一人の天才を捕らえる気候兵の軍団が作られる前に。あの医者は自分がクラウンキラーだと知らなかった。だがそんなことがあるか、多分思い出したくなかったんだ。出発前にハイペシアと話した方がいい。彼女は部屋にいる。しばらくはね。アダマイアから離れる必要がある。私は何を。来てくれたの。少し一緒にいて。ハイペシア、何か覚えていることは。アントン・ソコロフを見つけなければならない。彼が公爵の計画を明らかにするための鍵になるかもしれない。記憶がバラバラでつながらないのよ。公爵は大発明家キリン人道士と親しかった。でも彼には残酷なところもあった。ソコロフを尊敬しているけど嫌っているようにも見えた。私たちはアラミス・スティルトンの屋敷に行った。私は彼が好きだった。でも何かが起こった。ごめんなさい、断片しか覚えてないのよ。しばらく休んだ方がいい。少しはマシになるだろう。だといいけど。あなたがしてくれたことを完全には理解していないかもしれない。でもアダマイアではあなたに助けられたわ。ありがとう。ミーガンはデッキにいるはずだ。ラムゼーとクラウンキラー、パズルの2つのピース、まだ足りない。友人が船を沈めないことを願おう。いいか。出発するぞ。分かった、始めよう。人道士は公爵の取り巻きの中で重要な存在。最上級衛兵が屋敷を警備している。問題を起こしそうな者には容赦しない。光の壁が駅への軌道を妨害しているというのは本当か。その通り。でも近くに闇取引の店があって隠れて商売をしている。リワイアツールを使ったことは？ある。だがかなり前だ。分かった。光の壁を通り抜けたら機動車に乗ってジンドッシュの家に向かうんだ。あの屋敷が恐れられているのには理由がある。終わったらまた会おう。あのイカれた男と気候兵には気をつけろ。そしてソコロフを救出してほしい。アーコン奏者、愚かで幼き女王は去り、デリラ様の時代が来る。しかし危険は去っていない。少しもな。汚い手を使って王室護衛官と呼ばれていた。明日タバコを用意するか。恐れているのか。らない。闇ながら。周囲を警戒しろ。奴を捕まえた者には報復して任務を与える。さ
最上級衛兵が現場に行くとブラッドフライまみれになっていて、そうなればその建物を両隣ごと燃やす。誰もいるまい。不満を抱いていると橋が崩れているという。マジで神道主の屋敷が見える。暗証番号がないと門は開かない。何か見えた気がする。町の歴史上一番の出来事だ。飛行兵を数回連れたら多人地区を一掃して。どうかな。ネズミの疫病が流行した時のトールボーイの方が素晴らしかった気がする。時代は変わるんだ。公爵がその気なら来年の今頃には飛行兵の軍団。神道主なら自然哲学アカデミーに残れたはずだ。そして素晴らしい功績を残せただろう。よし、神道主を排除してアントン・ソコロフを探し出すとしよう。誰がこんなものを、何のために。ようこそ。私の家は常に開かれている。一般的な頭脳の持ち主がこの可能式の部屋をどう乗り越えていくのかということに非常に興味がある。私がキリン・ジンドッシュだ。もちろん言わなくても知っているだろう。私を見つけてみろ。好きなものを持っていくがいい。だがここまでたどり着けなかったら君の死体を研究室に運んで解剖させてもらう。ああ、光の壁が無力化されたな。ここまで来られた訪問者は君が初めてだ。誇りに思うか、それとも予想通りか。よそ者よ、ついに私を見つけたな。知っているか、この島で最も洗練されたこの研究所に足を踏み入れたのは君だ。
したようだ。証拠が発見された。これで電気ショックは作動するはずだ。お前のような奴を放置するわけがない。誰かいるのか？出てきて。待って、どうして光の壁が消えてるの？準備完了。ナビゲーションアセスメント67を開始。環境変化に対する順応性を実証します。評価室を再構築。準備完了。再構築 B。レイアウトに適用中。
再構築。準備完了。再構築 A。 レイアウトに適応中。そうに違いない。ミーガンはお前を追ってダンウォールに来たんだろう。だがジンドッシュは、彼は生きている。だが心を破壊した。彼の機械を使ってな。おお、コルボか、覚えているぞ。盗難の証拠を発見。フリッチを発見。おそらくドアの鍵が開いたか何かだ。侵入の証拠が発見された。Thank you.
が侵入の証拠を発見したらこれを再生しろ。あなたたちはこの町に不要な存在を誰も教えてくれなかったの。やったな。状態は？弱っていて傷を負ってる。だが大丈夫だ。本当に成功するとはな。話したいこともあるだろうが、船に戻ってからにしよう。分かった。